Всем привет, это Рейму медленно. На этот раз мы будем кататься на КВ-2, самом сильном танке Советского Союза. Минасан, коннничива, юккури Рейму дес. Доу наттен да, кёу но Рейму. Ториайзу шюри шюри. Take 3.気持ち悪い声出すな。あ、どもどもこんちゃ、レイムです。マリサだぜ。今回乗っていく戦車は、ソ連、ティア7、重戦車。IS、え?ちょい待てレイム。IS って前回やったじゃないか。あ、これ前回の台本だったわ。ビネ。今回愛の戦車は、いや。うるせえよ。今回乗る戦車は、ソ連、ティア6、重戦車。え?かー、レイドバー。いい加減にしろ。じゃあ BGM 変えないと。は?はい、ということで今回乗っていく戦車は、ソ連、ティア6、重戦車、カーベイドバー、通称カーベイタン。あ、カーベイ2とか言っとるやつは粛清せねばならんな。なんでや。あと KV2 とか言っとるやつも、おめえを粛清するぞ。いいか、同志諸君。カーベイタンはドバーと呼んで、初めてカーベイドバーと呼べるのだ。ごめん、何言ってるかさっぱりわかんない。では同志諸君、基本性能を紹介してくれ。自分でやれや。まず、走行面ですが、重戦車の割には薄いですね。まあしかしソビエトバイアスで弾くので、傾斜込みで1万ミリとでも思っときなさい。無理がある。最高速度は35キロと、重い割には速いです。重いな。さらにこいつの唯一のメリットである。単発640ダメ、つまり152ミリの大口径とのコラボにより、怪盗上の怪物と呼ばれているよ。怪盗上の怪物を舐めんなよー!持ってくんな。さて戦況ですが。ダージリン、頼れる同士の元におびき出してって感じです。ちょっと何言ってるかわかんない。あとガルファンネタ持ってくんなって何回言ったらわかるんだよ。あの M6 を狙うよ。はは。みんなワンパン圏内だぜ。でも貫通力不足だし装填時間20秒だよね。それもカーベイタンのいいところだ。開き直るな。次はあの TOG を狙うよ。俺もうね、逃げる。あ、逃がさんぞ。ああ、もう装填時間長いな。あ、しろよ。よし、狙って狙って。うわ、こっちにおるやんけ。ふざけんな、もう大概にせえよマジで。このゲームはまあ152ミリだから、仕方ないよね。まずは自分のエイム力を疑うべきでは。黙れ。さっき T34 にラムアタックしましたが、なんでいきやねえ。まずカーベイタンでラムアタすんな。あ、話を戻しまして、いつの間にか残り1秒ですね。黙れ。あとは倍速して終わり。結果は、1374ダメージ、22,456 クレジット、3両撃破で3バッジでした。長所は、単発640ダメで、高い DPM を誇っているところで、短所は、装填時間長すぎなのと、砲塔旋回が遅く、精度が劣悪なところです。必死したいところですが、言うて貫通力ないですし、無理して単発強化した感じの戦車です。ご視聴ありがとうございました。また見ていってくれ。